一回きりと言っただろうと吐き捨てた。しかし翌3月3日天竜は緊急記者会見を開いた。試合中頭をビール瓶の水で冷やしている際の椅子攻撃によって頭部を約10針縫った天竜だったが、俺が負けた奴の中に大仁田敦の名前があることは許せんと 5.5 川崎大会出場を匂わせた。そしてついに4月7日大仁田天竜両者出席のもと調印式が行われた。調印後天竜は FMW 晴海大会の収録されたビデオをこじ開けテープを引き出してみせ、それを受けて大仁田も、もし俺が負けたら男としてちゃんとけじめをつけると負ければ引退の決意を表明した。団体の枠を超えた男と男の勝負のゴングが今鳴ろうとしている。
Come on!
Yeah!
老三，
ダメ、負けとるが。おじさん、こっから始まるです、こっから。